サッカーフィンランド代表は、フィンランドサッカー連盟によって編成される、フィンランドのサッカーのナショナルチームである。1911年にスウェーデンと対戦したのが、サッカーフィンランド代表の初の国際試合とされている。FIFA フフ加盟は1908年だが、FIFA フフワールドカップ UEFA ユーロの出場は叶っていない。2018年大会予選の終了時点で、 ワールドカップ地区予選で通算32勝を記録している。これは本大会出場を経験していない欧州のチームでは最多となっている。1年延期された2020年大会に予選を突破して UEFA ユーロに初出場を果たしグループリーグ第一戦のデンマーク戦で大会初勝利を記録した。出場試合数最多出場及び最多得点選手の やりりとまねん2019年11月18日現在、水色は、現役代表選手得点数2019年11月18日現在、水色は、現役代表選手ポールキトゥブビカベージーラタン PALKITSEMISTILAISUUDESSHS.FI カウ分岐ありがとうございます。